写真と一緒に展示がしてありまして、あれとかってバイオリンがあるなと思って見てたら、上級中出身のバイオリニストの方なんですね。そしてその岡田次郎さんという人はなんと広島でも被爆もされてるんです、観音の方で。その方の本当は被爆バイオリンもあったはずなんですけれども、やっぱり戦後のいろいろな事情で亡くなってしまって、今一生懸命探されてもちょっとなかったらしいんです。だから今ここがましてこのロシアの方が持ってたアメリカから戻ってきたっていうだけでも奇跡のバイオリンだなっていう一層思ったんですけれども、